神 K、上か宝特急は、かつて阪急電鉄の前身である、京阪神急行電鉄において運転された、特急列車の通称である。前車は1949年12月から1951年10月に、かけて、神戸、京都両線を直通して、神戸、京都間に運転された。後車は1950年3月から1968年2月に、かけて、京都、 神戸、今津の各線を経由して、京都宝塚間に運転され、過激号の別称があったことも知られている。新京阪鉄道も参照現在の、阪急京都本線は、京阪電気鉄道を母体とする新京阪鉄道が建設したものであり、新宝線とは、その成立をことにしている。新京阪は、大阪への乗り入れに際し、13駅。 千里山駅間を営業していた北大阪電気鉄道を買収した。その結果、北大阪電気鉄道が取得していた免許を利用して、天神橋駅まで路線を伸ばす一方、13駅で阪急線と接点を持つことになった。1930年に新京阪は、親会社の京阪電気鉄道に合併されて、同社の新京阪線となるが、 1934年10月には、淡路駅で分離された、急行列車が13駅まで乗り入れるようになり、1938年10月からの中断を経て1941年11月には、特急として復活する。当時、神戸線の特急は13駅を通過していたが、新京阪線の特急、急行に接続する特急のみ13駅に停車させて、連絡を図った。 日中戦争勃発の翌年である1938年には国家総動員法の交付と同時に鉄道、バス事業者の統制と統合を図る陸上交通事業調整法が交付された。これを受けて1943年には阪急と京阪が合併し京阪神急行電鉄が発足した。これにより神戸線と新京阪線が同じ鉄道事業者の路線となった。 終戦後、電鉄各社が戦時合併を解く中、京阪神急行も、旧、京阪各線を分離することとなったが、日本国有鉄道も加わった。協議の結果、京阪神地域の将来を見据え、淀川を境として、左岸エリアの旧京阪各線と、右岸エリアの旧、阪急及び新京阪線に分割することが最適との結論に達し、 京阪が新血を注いで建設したインターアーバンである新京阪線は阪急側に残ることとなった。神戸京都間の直通特急の運転構造は京阪との分離交渉と並行して進められていた。直接の経緯は1948年末に神戸港に入港した外国人観光客が阪急に対して神戸京都間の直通列車の運転を要望した。 ことに始まる。しかし、新京半線が1928年に1500ボルトに昇圧されていたのに対して、新方線は未だ600ボルトのままであり、なおかつ、京都線所属の100型では、車体寸法が大きすぎて、神戸線への入線が不可能だった。そこで、当時神戸線最新鋭の700系のうち、 702から752と703から753の2編成を副電圧車両に改造して直通運用に充当することとなった。改造工事は1949年11月中に完了し11月29日から12月1日の3日間にわたって神戸京都13梅田西宮北口宝塚の各区間において試運転が実施された。 なお、753のみ、主運転期間中は、サロンルーム的な車内に改造し、リクライニングシートなどを配置していたが、営業開始前に、元のロングシートに戻されている。主運転中に、大きな問題が発生しなかったことから、京阪分離直後の1949年12月3日から、中央貫通扉に翼をモチーフとした、特急、左右に、神戸、 京都と書かれた円形の運行標識版を掲げて、平日3往復、日曜祝日3.5往復で西宮北口、13、高槻市、西院の各駅に停車して、神戸京都間を所要時間70分で走る直通特急の運転を開始した。神戸線では同年4月に特急運転が復活していたが、京都線ではこの列車が戦後初の特急運転となった。 乗務員は神戸線所属の乗務員が京都まで担当し、13駅で電圧転換を行った。標定速度そのものは高くなかったが、比較的軽量な車体に 170kWH の SE-151 モーターを7 0 0系、750型に各2機搭載していたことから、1 5 0 0ボルトの京都線に入ると瞬間的ながら高いスピードが出たという。 軽宝特急の標識版上系特急の運転開始から3ヶ月過ぎて春の観光シーズンを前にした1950年3月21日から直通特急の第2弾として京都から西宮北口経由で宝塚に向かう日曜祝日運転の不定期特急の運転を開始した車両は八百系の覆電圧車に編成である運転本数は二往復で停車駅は 祭院、高槻市、13、西宮北口、宝塚南口の各駅と、競馬会催時の二川駅、所要時間は、京都駅72分、宝塚駅73分である。西宮北口駅では、神戸線、下りホームに入線して、客扱い後、一旦、神戸側に引き上げて、神戸線、上りホームに、点線、西宮北口駅改良工事実施まであった神戸。 宝塚方面への渡り線を通って、今津線に入線した。その後、宝塚南口での利用者が少なかったことと、西宮北口構内の今津線神戸線の短絡線を使用することになったことから、宝塚南口と京都行きの西宮北口については通過扱いとなった。この時、今津線経由となったのは、宝塚線の企画工場工事前で、 大型車の入線が不可能であったためである。アメリカ白塗装となった800系802から852の模型。神系特急にも使用された。同年4月には800系のうち、副電圧車の2編成が、阪急西宮球場周辺で開催された、アメリカ博覧会の宣伝用に、レモンイエロー、コバルトブルーの塗装に変更され、開催期間中はそのまま使用された。 同時に、王子公園で神戸博覧会が開催されたこともあり、直通特急を平日4往復、日曜祝日6往復に増発するとともに、一部の列車は西灘、桂の両駅にも停車した。副電圧車両は、神京・京だからの両直通特急以外にも、日曜祝日には神戸宝塚間の直通普通の運用にも充当され、 予備車両なしのフル稼働状態となったことから、軽宝特急については一応往復に削減されている。6月12日にアメリカ博覧会が閉幕すると、神軽特急は平日3往復、日曜祝日4往復に削減された。ただし、軽宝特急は一応往復のままである。特別塗装も元のマルーンに戻された。1950年に入ると、 戦後の復興も一段落したことから同年10月1日に、阪急全線のダイヤ改正を実施、神軽特急は、神戸線内のスピードアップと軽阪間を、ノンストップ運転としたことから65分に、スピードアップ、軽宝特急も、京都行き64分、宝塚行き67分に、スピードアップされた。運転本数も変更されることとなり、神軽特急は平日、 日曜祝日とも4の往復に揃えられたが、経宝から特急は、従来同様日曜祝日のみの一、往復運転であった。京半間ノンストップ運転は長くは続かず、翌1951年4月以降は、高槻市にも再び停車するようになった。また、この頃になると車両面においても、大きな変化が見られるようになった。 日常的に神戸京都間の直通列車が走るようになると、神戸京都の両線だけでなく、近い将来に予定されていた宝塚線の規格工場工事完成後に同線に入線できる車両の規格づくりが行われた。具体的には100系の全長と800系の車体幅を持ち合わせた半球標準車体寸法を設定し、それに準拠した車両を製造することとなって、 同年末までに、新方線向けの810系と京都線向けの710系が副電圧装置を搭載して、扉間固定式、クロスシートの優等列車向け車両として、登場。1951年1月から810系が上京、上系、系宝特急に充当されることになり、800系の運用は、消滅、802から852は810系の、 予備車として1955年末まで副電圧車のまま残されたが、803から853は直通運用離脱直後の同年4月に600、ボルト専用車に復元された。一方、710系は運用開始当初神戸線への直通運用はなかったことから、京都線の急行を中心に運用された。こうして走り始め高見系特急であったが、神戸、 京都両線とも既存の優等列車の間に挟まって走っていたために本数が少なかったことなどから利用者が13駅で入れ替わることとなってしまい当初想定していたより直通客の需要を掘り起こすことができなかったそのその中の1951年10月電力事情が悪化したことから利用率の低い列車の運休や編成量数の削減が実施されることとなった 神系特急もその対象となり、同年10月10日をもって運転が休止されることとなった。しかしながら、K 宝特急は、日曜、祝日に一往復のみの運転であったことから、削減対象とならず、その後も運転されることとなった。1952年1月からは、K 宝特急の運用を、運用合理化のため、京都線側に移管。 810系に代わって710系が、充当されることとなり、これによって810系の副電圧車グループは、定期での京都線乗り入れ運用がなくなった。乗務員もまた、京都線の乗務員が、宝塚まで入線することとなった。京宝特急の宝塚到着後、改装で、西宮車庫に入庫する際は、往路の逆コースをたどって、西宮北口駅神戸線、上りホームから、 西宮車庫に入庫出庫して、宝塚に改装される際はこのコースの逆で、今津線に入線、京都線帰還時に、編成の向きが逆にならないように注意を払った。ただし、1954年10月10日から12月19日にかけて実施された、西宮北口駅構内配線改良工事の際には、京宝特急は、 企画工場工事が完成した宝塚線経由で運転され、その運用には810系と副電圧車の予備車で、ある802から852が充当されている。これが宝塚線で特急が運転された初の事例である。軽宝特急は1963年6月17日の大宮駅河原町駅間延伸以降は、運転区間を河原町宝塚間に変更し、 西宮車庫で行っていた折り返し待機を小弱車庫に変更、710系も2800系の収益に伴って1965年以降はロングシート化されたが、京都側を朝出発、宝塚を夕方出発というダイヤで走り続けた。1967年10月8日には長年の懸案であった神戸線の河川電圧1500ボルトへの昇圧が完成。 神戸、京都両線の直通運転の大きな障害が除去されたが、京都から特急は、神戸高速鉄道開業を前にした1968年2月25日の運転を最後に廃止された。詳細は、阪急京都本線嵐山線直通臨時列車を、参照長らく貸し切り列車以外では休止していた直通列車だったが、2008年秋。 嵐山への観光客誘致キャンペーンの一環として11月17日から21日にかけて西宮北口嵐山間を直通する臨時列車が平日指定日の1日1往復のみ運行された。京都市内側のターミナルが河原町から嵐山に変更されたものの嵐山も京都市に位置しているため40年ぶりに事実上の京都市内直通の復活となった。 これ以降、2009年春の観光シーズンでは、川西の瀬口、豊中、西の宮北口、高速神戸の各駅から嵐山に向けた臨時列車が1日1往復運転されたほか、2010年の京都線大ヤ改正時からは、列車種別が臨時から直通特急に名前を変えて運行している。京阪新急高電鉄50年史では、神戸京都間特急列車運転開始のの 末尾で、元来、京都線と神戸線とは一体化する自然的条件を備えており、将来、両線の施設に大きな変革を与える端緒となることと考えられる。と記しており、その前段では神系特急の運転休止後も、京都線から西宮球場への野球観戦列車や阪神、競馬場最寄り駅である、二川駅への臨時列車の運転の可能性を検討している記述がある。 しかしながら各線とも輸送力増強に追われてしまい、このような臨時列車を運転する機会が生じなかった。数少ない事例としては、大阪万博開催時に、神戸、宝塚両線から千里線に直通する臨時列車が運転された事例である。ただし、これらの列車は団体客優先で、一般乗客の利用は限られたものであった。ありがとうございます。